気まぐれ空中散歩さんの動画から始まりました。俳句の滅亡心霊チャンネルです。平室松明でございます。今日も一日清らかに生きて行きましょう。終わりを読む。せっかく行ってみたのに、もう終わってしまっていた。でもそんな時でも一句ものにしましょう。終わったことを読むことで、そのシーンをよみがえらせます。どっかへポイントを絞ってそれを取り合わせてください。発想を飛ばして俳句を読んで見ましょう。松明の誕生日は2月です。この動画で縁があった方々のコメント、高評価、チャンネル登録いただくと励みになります。最後までのご視聴心よりありがとうございました。また、俳句の滅亡心霊チャンネルで
またお会いしましょう。